フェデリコ・マルケッティは、イタリア・バッサーのデルグラッパ出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。ジェノア CFC 所属。2002年から2005年までは、セリエ A の鳥の FC に所属していたが、出場機会を得られずレンタル移籍を繰り返した。2005年に、クラブが財政難により破産したこともあって放出され、カブリーグにて経験を積むことになった。 2006年より所属したアルビノレッフェにおいてレギュラーを勝ち取るとそこでの活躍が認められ2008年7月1日にセリエのカリアリにレンタル移籍。カリアリではマッシュミリアーノ・アレグリ監督の指導下で安定したパフォーマンスを見せクラブは9位という成績を残した。2009年7月1日にカリアリが所有権の半分を150万ユーロで買い取り 共同保有で移籍した。しかし、2010から11シーズンは、移籍をめぐって、クラブともめ、構想外の処遇が続き、出場機会はなかった。その間に対等したミカエル・アガッチに定位置を奪われ、チーム内での序列も低下していった。2011年7月5日に、フェルナンド・ムスレラの移籍によって、政治意を探していた s スラツヨ移籍。背番号は当初、 自身の青年でもある83をつける予定だったが、セルジオ・フロッカリが遺跡期限最終日に当たる8月31日にパルマ FC へレンタル遺跡したため、彼がつけていた22をカリアリに引き続いてつけることになった。ラツェオでは守備のようとして活躍していたが、2012年4月29日のウディネーゼ戦でアンドレディアスと共に判定をめぐって審判団に抗議。 その際、マウロ・ベルゴンツ出身を突き飛ばしたとして4試合の出場停止処分を受けた。ラツヨを退団し、2018年7月2日に、ジェノア・ CFC に加入した。年代別のイタリア代表での招集及び出場経験はないが、カリアリでの活躍により、マルチェロリッピ監督に認められて、2009年6月6日に北アイルランドとの親善試合にて、 イタリア代表デビューを果たした。南アフリカ W 杯の代表メンバーに選出され、ジャンルイジブフォンの怪我により、グループリーグ初戦のパラグアイ戦で、出場機会を得るなど3試合に出場した。一方、本来のプレーを発揮することはできず、チームもにわけいっぱいで、グループリーグ敗退に終わった。その後、クラブで、出場機会に恵まれないこともあって W 杯以降は、 代表から遠ざかっていたが、2013年2月3日に、約2年半ぶりに代表に招集された。ラツヨ、守備のようの2選手が、出場停止で今季終了をダッシュ GOAL.com2012 年5月1日閲覧。マークエーティエールゲノア、ジョビリエルエープレザンテッシネ。ジェノアクフック、イット、2018年7月7日閲覧。ラツヨシュゴカミ。 マルケッティが結婚、シーズン終了後に挙式予定、サッカーキング2013年5月7日閲覧。ありがとうございます。